うん、なんだこれ。よし、写真を撮れ。いや、イムジー出力検出器が作動したんだ。もう少しいい名前にしないと。なんで？専門用語なのに。じゃあ、スティングレイ探知機によると、誰かがあたりの携帯からデータを抜き取ってる。データの行き先は、コイトタワーだ。な？妙だろ？確かに妙だ。立ち入り禁止エリアだ。つまらんぞ、ブラザー。2個目を見つけた。方向を相互参照できるか？できなくはないが、かなり広範囲だ。一日中建物を登りたくないなら、もう一つ見つけた方がいい。分かった。これはグレーストロームが噛んでるな。そりゃ一大事だな。軍需企業が国民から情報を盗んでるって。どうもそうらしいな。まだ証拠があるわけじゃない。もう少し調べてみる。3個目だ。送信先がわかるか？ちょっと待て。これは、コイトタワーみたいだ。マジか？俺のせいじゃないって。そう出てんだよ。いや、ただ、言葉もない。それがサンフランシスコだ。グレーストロームの企みは？マスデータ強盗のテストだ。これが成功したら、大きく展開していくつもりでいるんだろう。ま、うまくはいかないだろうけどな。残念だ。着いたぞ。グレイストロームのハードが上にある。なんでコイトタワーなんだ？あそこは口を開けた観光客だらけで危険だろう。観光客からデータを盗んでるんだ。町一番の見晴らしで注意をそらせてな。通信量の多い場所か。みんな携帯電話を手に持ってるな。ドローンじゃそこまで飛べない。方法を見つけないと。犯人と目的は？マスデータ強盗のテストだ。これが成功したら大きく展開していくつもりでいるんだろう。ま、うまくはいかないけどな。どうやって探す？自家とか悪事のためにロビー活動をする奴らを追い詰める勇気を持った連中がいるってのは。これでいい。パンクズリストをたどれる。やったな。行き先は？グレーストロームは不当に倉庫を持ってる。
怪しいものが見つかるか、書けないか。確実にあるな。What's going on? Man, no kidding. そしてグレイストロームの実験は無事失敗した。デッドセックのおかげで。ハードウェアを破壊したんだろ。イカスプレゼントを置いてきた。対価を払うのは奴らの方だぜ。ああ、クソ地味シスカっぽい。当然だ。